栗竹は、原竹木、萌木竹、萌木竹、赤栗竹属のキノコである。野生では、秋から晩秋に、紅葉樹、特に、栗、小なら、奈良の切り株や倒木などの上に群生する植菌。杉、ヒノキを植林した後の林の土中の埋もれ木からも、発生する。傘は、茶褐色からレンガ色で3から8センチメートル。ひは、胞子の成熟に伴って、紅白色の地。 紫褐色に変化する。地中で繁殖した菌が、切り株等にぶつかると、小実体を発生させる性質がある。山鳥もたしと呼ぶ地域もある。北半球温帯以北に広く分布する。主に炒め物、天ぷら、カレーライス、混ぜご飯、煮物などにして食されている。ただし、近年に有毒成分が見つかり、海外では有毒とされている。過食は厳禁であり、 注意を要する。毒成分は、ネマトリン、ネマトロン、ハイホロミン A、B。口当たりは多少ボソボソするが、良い出汁が出る上、収量が多くしばしば大量発生するためキノコ狩りの対象として、古くから知られている。様々なメーカーから資金が販売されており、人工栽培もされているが、栽培過程での菌死体の伸長が遅いため、菌床栽培には適さず、 原木栽培が主流である。菌止体の生育温度範囲は摂氏3から30度程度。最適身長温度は摂氏25度前後。古実体の発生温度は摂氏12から17度程度。ありがとうございます。